そうなんかな。今日の朝ごはんこんな感じです。いただきます。ありがとうございます。いただきます。2回だ。いや、私はやはりこういった理由でいい車でいたんです。隣のページをご覧ください。すべて家族の幸せ。全然だからそれがなんかマリとかになるとか思ったら。お昼ご飯はピラフと、ロールキャベツコンソメスープです。いただきます。こういうさ、身近な頑張りを取り上げてくれるんだよね。今日の晩ご飯は、お寿司と天ぷらです。いただきます。はい、お惣菜です。はい。いただきます。やった、お寿司。タイミーとかだって、タイミーとかシェアフルだって最初はそう思われてたからね。ウーバーみたいな感じで、マジで近くにいる人とかが、今打ち預かるようになりますよね。例えば1500円向こうに行って、僕も手に入れてもらえないと思うけど今は。